プランですね。おお、これは相手の攻撃を受けるといろいろな効果が出たり出なかったりするぞっていう。え、面白いですね。そうですね、これこのこういったいろんな分身を使った攻撃必殺技で相手をかく乱していきましょうというキャラクターになっております。使い方によって強そう。そうですね、このガムボールシュラードを使ったこの探検攻撃からのリーチの長い B 攻撃でコンボを決めていくというブレイクとルビーによるコンボでございました。かっこいい。まあ、もう1回ぐらい再生できるかな。さあ、というわけでね、うん、まあ、これ2周目なんでコメントの方も拾っていきたいなと思っておりますが、そう、あのシーンとかね、ゴルドの話になってる。ゴルドなんで、置き攻めで悪いことできそう。いいですね。そうやって置き攻めで悪いことを考えるのはいいと思います。発売日までにね、いろいろこうやって動きを見て妄想していくのが楽しいものでございますよ。強そうだって。お、スタイリッシュ。ありがとうございます。スタイリッシュ。はい。まあ、もちろん、挙動に、動きに関してはまだ、うん、開発中の問題はございますが、こんな感じで、着々と、うんうん。分身も楽しそう。はい。着々とね、完成に近づいておりますよと。俳句が強そう。まあ、この遠距離攻撃、近距離攻撃両方とも対応しているという感じでございますね。なるほど。でこちらのブレイクに関しましてはダウンロードコンテンツによる追加キャラクターとなっております。なるほど。発売後なるべく早い段階で皆様に遊んでいただけるよう、うんうん、現在鋭意制作中でございますので頑張ってよろしくお願いいたします。わー、楽しみですね、はい、楽しみですね。皆さんいかがでしょうか。はい、こんな感じですか、うん、地上から ER コンボできそうな気がする。本当かな。ヤンは今向かってる。ヤンは今向かってる。ヤンは今向かってます。ヤンはまだ今向かっております。立ち絵は公開させていただきましたが、ね、このクローンを使ったこの分身を使った必殺技がなかなかにこれがこれ熱い一癖二癖ありましてですね、結構僕いいようにやられております。あ、そうなんですか、使い方難しそう。そうですね、かなり難しそうなんですけど、うん、かなりでも通常攻撃はかなり使いやすいものが揃ってるので、あ、使いやすい通常攻撃からの必殺技によるさまざまな攪乱、いろいろな選択肢が楽しいキャラクターとなっておりますので、うん、ぜひぜひ。